はい、多分ここら辺がこれが稲村橋なんですけど、多分ここから規制が入ると思われる。まあそこで警官がいるし、まああそこ規制が徐々に外れてくるんだろうね。稲村橋だし、多分こっちに入ってくると思う。なんでこの公園でちょっと、この公園で待機かな。多分ここ車があるってことは多分ここに並ぶんでしょう。ここに並ぶのかな。そんで燃やすのか、で花火がどうなるのか、ちょっとまあわからないね。なんか地元のなんか中学生っぽい子いるから、その子についていこう。そのあの子らについていこう。わからねえからな。結構電線が危ないね。の頭がパカッと今開きましたね。あ、やっぱりここ通るときはあれだね、電線気をつけるんだろう。この低いやつが一番問題なんだな。電線を持ち上げてくぐったりとかしてるから。分かりづらいけど今電線かわしてるから。大体ラストが巡り流しが9時ぐらいらしい、なのでもうちょい時間過ごさなくちゃいけないね。はい、とうとうネクタが橋の上に。ただいま実況内の先頭に入場してまいりましたのは船場元町、船場元町でございます。目の注目ポイントですが、秀吉と一目でわかる特徴的な兜と馬印にご注目ください。はい、これでこの後ずらっと並んで一斉に火をつけて、なんとかねぶた流しが始まりますね。金時久保大臣、絵の題名は坂田
国初来さんに古くから住み着き天下を。ユミさん、アナウンス20周年本当にありがとうございます。これでも出揃いましたね。でこれから火がついて花火が上がります。ちょっと全部明るくないのは残念ですね。これからも末永くパンチの効いたアナウンスでお祭りを盛り上げてください。そして21世紀会はこれからも七尾林若者頭協議会をバックアップしていきます。火が入った。今ね、火が燃えてますね。あ、火が入った。ねぷた燃えてますね。全部ねぶたが燃えてますね。で照明今消えてますね。うわすげえ。この絵はすげえわ。あーもったいねしてて、その後ろで花火が上がってるんですけど、この絵はすごいですね。でも風の町ってさ、まだこの後花輪林があるわけじゃん。結構ハードスケジュールだな、8月。
かけ。おーい。すげえ。いやーすげえ。これすげえな。いやもったいない、花はね、ねぶたが全部燃えてるわ。全部燃やしちゃうんだ。すげえ迫力だこれ。おあ、後ろでなんか花火が上がってるな。でも火の粉が綺麗だ。飛んでる火の粉が超綺麗。最後のねぶたが燃えちゃいそうな感じですね。すげえ、もうねぶたが、あ、でもちゃんとねぶたが燃え尽きたよ。これ演出的にはこれすごいな。すごい麻酔だわこれ。